ヤマトフーズ、ヤマネコウノトリ、ユースター、ユービー横浜。J リーグは8月の10日まで、現状の、入場制限に関するガイドラインを延長することを決めました。具体的に言いますと、入場数、5000人以下、もしくは、収容率の 50% 未満、いずれか少ない方という運用を今しておるものを、8月の10日まで延長することを決めております。